軍再起か刹那消去する。鉄くずの分際で俺を消去するとはよく言ったものだ。レディーゴー。フッ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 。この程度では肩慣らしにもならんな。貴様はノアのサイキッカーか？ノア？違うわ、そんなの関係ないわ。どうだかな、貴様の体に聞いてやる。レディーおとなしくしていれば楽に死ねたものを。サイキッカーハンターか。フン、俺を狩るつもりか？貴様がパティをやったのか？死んだ女のために戦うのか？フン、くだらぬ。レディーの相手など貴様では役不足だ。そなたに問う、何故影荒野を滅ぼしたのだ？歩いていて虫けらを踏んでしまうことにいちいち理由がいるのか？この下道が、そなただけは許すわけにはいかん。レディーゴいくら修行を積んでも虫けらは虫けら、それが人間の限界だ。強大な力を持っているとはいえ、所詮は作り物、中身は人間なのよ。女、何が言いたいんだ？お前、人工サイキッカーなんだろう？そのおしゃべりな口を黙らす必要がありそうだな。レディーゴー！
だと？俺はそんなものは超えたのだ。妹、レジーナを殺したのはあなたですね。生意気な妹を持つと苦労するだろう。肩の荷を下ろしてやったぜ。己、妹の無念晴らさせてもらう。レディーゴダイアイだと？くだらぬ感情だな。ノアのレジーナとカルロを倒したそうだな。ノアのサイキッカーどもは話にならん。ガデス、貴様は違うよな。俺をがっかりさせるようなことはないよな。前々から決着をつけたいと思っていたのさ、ガデス。貴様と俺と、どちらが上かをな！てめえの方からそんなことを言ってくれるとはな。嬉しいぜ、刹那よ。あまり俺を舐めるなよ、ガデス。何でもいいからよ、とっととやろうぜ。かかってきな。やはり俺の方が上だったな、ガデスよ。別れを告げに来たぜ、ウォン。あんたとはここまでだ。おやおや、その力を与えてあげた私に逆らおうというのですか？俺はあんたの操り人形じゃない。確かに糸が切れてしまっては操り人形とは呼べませんね。ただのデクです。レディーゴー。はっはっ、わかりましたね。感謝してるぜ、ウォン。この力は確かに素晴らしい。俺はやっと下等な生き物である人間から決別することができそうだよ。お前を超えることでな。巻いた時計のネジもいつかは尽きるもの。あなたの寿命がこんなに早く来るとは、私にも計算外でしたよ。
いいデータが取れました。あなたのおかげで次の作品はより完璧なものになりそうです。フフ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 フ。